こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はロスコのモールダブルライフルマグポーチ各色を紹介したいと思います。カラーはこちらのコヨーテとブラックの2色があります。フラップの着脱調整が可能な2連のライフルマガジンポーチ。他にもハンドガンも刺してホルスターとして使える便利な装備。背面のモレーストラップによりベルトやベストへの装着が可能と。で、対応マガジンもこちら結構幅広くなっておりまして、いろいろ使えるということで、決して無駄にはならない装備の一つかと思います。これからサバゲーを始めようっていう方で、いろいろどれ買ったらいいんだろう迷ったりで、そのうちエアガン、電動ガンもあれ買ったりこれ買ったりって進めていく上で、割と無駄にならない装備の一つかと思います。で、大変おすすめですね。では、収納可能なものに関していろいろ詳しく見ていきましょう。まずはこちら、フラップを開けるとこのように中での揺れを防止するためのゴムバンドがついてますね。まずは89式や M4 サイズのマガジン1本は余裕、2本しっかり入りますね。割と余裕で入ります。2本目を入れる時のきつさがないのがいいですね。 AK47、 1本目は余裕。ちゃんとやっぱり2本目も入るんですね。今フラップはちょっと長めにしております。1スロットに2つずつで計4本収納可能ですね。 MP5 シリーズ、これは2つ同時に入れてみましょう。すごい、まだ入る。ちょっと MP5 がないので MP7 を3本目に真ん中に入れてみようかな。割と余裕ですね。こんな感じで MP5 合計6本いけるかも。普通のマガジンポーチよりもちょっと大きめに作られてるかも。次は G36C、 これも余裕ですね。これはさすがに2本は無理でしょう。入んない、ダメです。 G36C は1スロットに1本ということで、合計2本の G36C のマガジンを収納可能というところで妥協しておきましょう。スカー H、 1本がいいとこじゃないですかね。2本目入れちゃった時のきつさがね。次 G3 シリーズ、1本目は余裕。これは2本いけますね。合計4本 G3 マガジンを収納可能だと思います。 HK417、 ゴムのところ、この揺れ防止のゴムの部分でちょっと多少引っかかるので、これは多分慣れてくれれば大丈夫だと思うんですよね。結局収納してる時に中で揺れないようにっていうやつなので、あんまり気になる方はチョキンって切っちゃうとか。HK417 も1スロットに1本、合計2本収納することができると思います。他にもこうやってハンドガン入れてホルスターね、これちっちゃいですけど iPhone なんかも余裕で入るので、サバゲー中のスマホポーチとしてもいいかと思うし、あとはこちら500の通常サイズのペットボトルが割と余裕でさせるので、ゲーム中の水分補給なんかにもいいかと思います。フラップ部分の調整、こちらはこうなっております。外してみましょう。一応ループがあるので、これを通して定規をまた刺しておいて、マジックテープが途中スライドさせてる間干渉しないように、それで定規を抜く。そうすると短く調整ができますね。サイズは約 20×20×4 センチ、重量は約 228g、 材質は600デニールポリとなっております。下の説明欄にリンクの方を貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いします。そして他にもホームページでは護身用品やサバゲー用品、ミリタリー用品、いろいろ取り揃えておりますので、よかったら軽く見ていってください。では、最後までご視聴いただいてありがとうございました。